スウェンスカ・ハンデルス・バンケは、スウェーデン・ストックホルムに本社を置く銀行。スウェーデン国内及び、世界14カ国に店舗を展開し、スウェーデンの主要銀行の一つとなっている。商業銀行としての側面に加え、資産運用や生命保険業務も取り扱う、ナスダック・ストックホルム上場企業。スウェンスカ・ハンデルス・バンケンは、1871年7月、 ストックホルムエンスキルダバンケンの設立メンバーの内紛争で辞職したメンバーとストックホルムの指導的な市民によりストックホームズハンドルズバンクの名称でストックホルム旧市街に設立された。すぐにストックホルム有数の銀行となり1873年にストックホルム証券取引所に上場した。 1893年にルイス・フレンクルの率いる銀行と経営統合が行われ、この時期1896年に交渉人制度を開始、1899年に有価証券の取扱いを開始、1906年にジュリウス・ゲベル &CO バンキング・カンパニーを合併し、国際的な取引を扱う銀行へと成長した。第一次世界大戦中に、 スウェーデン中部、北部の中小銀行の合併を続け、戦時中3年で、店舗数は3倍以上に増加。1918年に大手堀と丸目に店舗が改良し、全国規模の銀行となり、1919年に現在の名称に改称した。大戦後の戦時不況で1922年、初めて赤字決算に陥ったが、1920年代後半には、 回復、世界恐慌に伴う収支悪化は慎重な経営により切り抜けた。第二次世界大戦中の1943年、一時的に持ち株会社の体制を取った。戦後も、他銀行の合併を続け、ストックホルム郊外を中心に店舗は増加した。1960年代後半、学生を中心に資本化を敵視する風潮の強まる中、 ハンデルスバンケンはメディアの批判対象となり、1970年に CEO のルーン・フグランドが辞職する騒動が起こった。新たに CEO となったヤンワランダーは店舗数の増加を抑え、地方店舗の運営の自主性を高め、収支改善を重視する経営改革を行った。1980年代後半以降、スウェーデンの金融機関の収支が軒並み悪化し、 国有化される銀行も出たが、ハンデルスバン権の収支は、スウェーデンの主要銀行中最小の悪化に止まり、結果国内シェアを増加させている。1980年代以降、法人需要を対象とした国際展開を進め、1990年代には、デンマーク、ノルウェー、フィンランドで店舗数の増加に伴う組織再編が行われた。1999年に、 イギリスで最初の店舗が開業。イギリス事業は2000年代を通じて成長し、2016年に200店舗を突破。スウェーデン以外では最多の店舗数を持つに至っている。ヨーロッパ各国のほか、アメリカ合衆国やシンガポール、中国にも店舗を持つ。ありがとうございます。